ドラゴンボール Z バーストリミットは2008年6月5日にディンプス開発バンダイナムコゲームスから発売された 3D 対戦アクションゲーム。プレイステーション2で発売されたドラゴンボールの流れを組む格闘ゲームであり基本操作の一部を踏襲。登場するキャラクターは基本的に人造人間編までに登場したものとなっている。新世代機のプレイステーション3。 Xbox 360のビレー映像でオンライン対戦が可能となっている。当時の CM もフリーザがその映像に驚いたり、影山博信がドラゴンボールファンとオンライン対戦し、勝利するというものだった。本作はこれまでに登場した格闘アクションゲーム、PlayStation 2用のゲームソフト、ドラゴンボール Z3、PlayStation Portable 用のゲームソフト、 ドラゴンボール Z 新武道会にから基本システムを踏襲している。様々な条件により、バトル中に突如ドラマムービーが発生し、相手の攻撃を防ぐ、体力が回復する、攻撃力、防御力が上昇するといった様々な効果をもたらす。特定のモード以外では、プレイヤーはバトルでセットしたい、ドラマピースを自由に選択することができる。 どのようなドラマピースを持っているかはキャラクターごとに大きく異なる。なお、特定の組み合わせ同士で援護すると掛け合いが発生する。気力ゲージのコンテナを一つ分消費することで、高師両面で強力な効果を持つ数々のオーラアクションを使用できる。キャラクターが一定時間パワーアップし、強力なアクションが繰り出せるようになる。気力ゲージが満タンの時に使うことができる。 特定の発動攻撃もしくは吹き飛ばし攻撃から発生する攻防システム。アルティメットムーブアタックが発動すると入力はボタンの連打数のみを判断し、一定時間内に相手より多く連打した方が勝ちとなる。成功すれば大ダメージを与えることができるが、失敗すると相手にダメージを与えることはできず、疲労ゲージが溜まってしまう。全21人使用できる。 登場キャラクターの総数は、Z3 や新武道会によりも少なくなった。ムービーとスタッフロールに登場。キャラクターの声はなし。なお、ラウンドコールは、大友龍ザブローが担当。なお、セル編クリア後のエンディングは、英語バージョンになっている。ありがとうございます。